7月4日公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、米利上げ前倒しに備える。2、なぜかドル高進まず。3、当面他の国も良いが。こんな感じです。はい、雇用統計良かったですよね。まあ、前倒しの、まあ、いつも金曜日のところ、木曜日の夜だったんですけども、まあ、6月の民間雇用者数26万ということで、で、これで、利上げが前倒しになるというふうにみんな考え始めているんです。で、実は、ちょっと前にある地区連銀の人がですね、1-3に利上げみたいなことを言って、私はその地区連銀は、根拠があって言ってるなと思ったんで、そのまま信じたんですけれども、まあ、ようやくそれがコンセンサスになってきたかなというところですね。で、株の方は、まあ、それを交換して上がりました。これですね、まあ、こんな感じで新高値更新といって、ニューヨークダウ、17,000ドルですか。私 SP ばっかり見てるんで、あんまりダウはよくわからんのですけれども、なんかね、ニュースになってましたね。で、今のところ他の国もこう恩恵を受けてる感じです。他の国も、まあ、連れ高とは言わないまでも、まあ、それなりにこう買い戻されて、脱落してる感じではないですよね。まあ、一つにはそのドル高が進んでないっていうのがあって、普通ね、他の、例えば、ヨーロッパはゼロ金利してます。日本は異次元緩和続けてます。で、アメリカだけ利上げしましたって言ったら普通ドル高になるじゃないですか。ところが今それ来てないんです。これをどう考えるかですよね。これドルに対する円ですから、右肩上がりが続いてるってことはドルが安くなってるということです。まあそうじゃない通貨もちらほらありますけれども、基本的にはこれはドル高ではないですね、まだ。まあこれをですね、どう考えるのか。何か、隠されたニュースがあると見るのか、それともドル買いのチャンスと見るのか、それは人それぞれでいいと思います。で、当面ですね、他の国もいいですね。日本株もいいですし、新興国もいいんですけれども、何回も言いますけれども、基本アメリカが主導して、他はまあ、無茶なんですけど、おまけです。おこぼれをもらってね、上がって、ね、追いついて、時にはアメリカを上回る、パフォーマンスを上げることはあるんですけども、結局アメリカがいいからそうなってるのであって、その国がいいからではないんですね。月が明るいのは月が照ってるわけじゃなくて、月がこう明るい光を発してるからじゃなくて、太陽の光を反射してるからっていうのを分かってないと、月ばっかり見てるとね、そういう変化に気がつかないみたいなことになってしまいます。なので、アメリカ株にキャッチアップするところで他のところをね、買うっていうのもあると思うんですよ。ただ、それ、アメリカ株にレバレッジかけるのとどっちがいいのっていう面もありますよね。まあそんなわけで、ちょっと、思った通りアメリカ主導の相場が続いてますけれども、どういう、その中でですね、比較的その分かりやすい相場の中でどういう戦略が最適なのか、最もリスクが低くてですね、なおかつその割にリターンが高い方法というものをこう探していけばいいと思います。まあ、会員さんにはですね、その、会員カテゴリーに応じてそういうアドバイスをしてますので、もし興味のある方は、会員サイトを覗いてみてください。以上です。